はい。はい、ということでね。はい、ということでね。じゃあ、よし。ということで、3本目の動画。めっちゃあげんな。群青。多分これで最高かな、動画的には。珍しいよ、3本も動画あげるよ。近づいて。ダメ、3人の母なすりわさび、うんじょう。ああ、いつものように過ぎる日々にあくびが出る。さぞえぐ夜越え、今日も渋谷の街に朝が降る。どこか虚しいような、そんな気持ちつまらないな。でもそれでいい、そんなもんさ、これでいい。しらしらす隠してた本当の声を響かせてよ。ほら見ないふりしていても、確かにそこにある。感じたままに描く自分で選んだその緑、眠り空気まとう明日に訪れた青い世界。好きなもの好きだという、怖くて仕方ないけど、本当の自分出会える気がしたんだ。あ、手を伸ばせば伸ばすほどに遠くへ行く。思うように行かない、今日もまた私雲がいてる。悔しい気持ちもまだ情けなくて涙が出る。踏み込むほど苦しくなる、痛くもなる。感じたままに進む自分で選んだこの道を、思いまぶたこする夜にしがみついた追い違い。好きなことを続けること、それは楽しいだけじゃない。今度にできる不安になるけど、ああ名前でもほら名前でも自信がないから描いてきたんだよ。何回でもほら何回でも積み上げてきたことが武器になる。周りを立て誰と比べたって僕にしかできないことはなんだ。今でも自信なんかない。それでも感じたことない気持ち知らずにいた思い、あの日踏み出して初めて感じたこの痛みも全部。好きなことの向き合うことでくれたまだ小さな光。大丈夫、行こう、あとは楽しむだけだ。すべてをかけて描く自分にしか出せない色で、朝も夜も走り続け見つけ出した青い光。好きなものと向き合うこと、今だって怖いことだけど、もう今はあの日の透明な僕じゃない。愛のままのかけがえのない僕が、知らず知らず隠してた本当の声を響かせてよ。ほら見ないふりしていても、確かにそこに今もそこにあるよ。知らず知らず隠してた本当の声を響かせてよ。さあ見ないふりしていても、確かにそこに君の中に。ご一緒に。だっていいね。
となっているかな。81点。まあまあいいでしょう。ねということでね、次の動画でお会いしましょう。グッバイ。